赤鬼ドラキー、このさ、翼がふにゃふにゃしてるから。はい、カツト君。もうすぐ節分の季節がやってまいりました。で、カツトは何鬼になる？今年は。前は何鬼？去年確か赤鬼だったよ。え？ちょ、一回着てみる。うん。頭、鼻。感じやこれ。どうなる？顎が脱げる。ちょっと待ってな。よいしょ。じゃあ取っといてあげる。こうしたら。それ、はい。あ、もうちょっといい？あ、目がここじゃん。え、こん、顎見えるよ。え？もうちょっと下がってね。ちょっと待ってな。はい、いいよ、そこでいいよ。これが、はい。赤鬼がこんな感じね。ちょっと待ってね。はい。きてぇ。目見える？うん。青鬼の方がいいのかな？これ全部入ってるもんね。顎も。青鬼そんな感じね。はい。え、カズと青鬼？今年が、去年確かこっちゃ、あ、大きくなったから赤ちゃん入らなかったからな、この1年中。そしたらで、パパこの目両方ともちっちゃいから、今回節分用に、え、買ったの？買いました。なんで？いちいちパパが買ったのは、なにそれ、ドラキー。ま、ドラ、ちょっと待って、ちょっとじゃあどう？鬼じゃない、僕、ドラキーです。僕、ドラキーです。キキ顔が見えた。キキえ顔が見えた。顔なんか隠した方がいいかな。こうやった方がいい？ね、どう？待って、これどうやって、なんかマジックテープやってる。こうか。何これ、ここに何これ、足？何これ、どうやって自分が見える？あ、何これ、あ、いてこれでこれつけたら、これでこれつけるの？え、つけるまずそれを一旦やっていくか。これを取んないといけないね、まず。こう、あれ、どこにパパの目、あ、いた全然見えないね。の、え、どんな感じ？めっちゃね、鬼ドラキー、どっちよこれ。そう、鬼ドラキー。え、こっちの方がいい？え、どう、そっちの方が絶対いい。鬼ドラキー。これ羽、ね、これ羽やと。これは足？足、羽と足がついてるのこれ。そう、羽と足。だけど、まあ、なんてよ。それか、この辺こうタオルで隠して、サングラスとかは。いや、それは。え、これは見えないんだよな。鬼じゃなくなる。え、おめえちっちゃいよ。いいよ。かわいいなこれ。それここ、あ、ちょっそれもし、あ、あ、あ、逆に、うん、僕がこの面、赤鬼でドラキー？そう。赤鬼ドラキーでいく？ちょっと待ってよ。あ、何？見える？目見えるよ。見えてんの？あ、ちょっと待ってよ。もうちょい、こうちょっと、もうさ、もうちょい上がって。見えねえ。え、ちょっと待ってな。今ね、目がね、がある。え、ここら辺に口で、ここら辺に目ん玉がある。あー、そういうこと、うん、カズトの目が見えないってこと。そう、こうしたらね。え、そうするとさ、
ちょっと待ってな。お、赤鬼ドラキー、このさ、翼がふにゃふにゃしてるから、そうそうそう、本当はね、そうなんだ、ドラキーきっと。くそ。カズ、そうそうそう、このコスチュームでいく？うん。え、そうなん？ちょっとママに見せたら、今年の鬼は、あ、すげえ尻尾もあるよ、これ。カズと。本当だ。何これ？鬼じゃないじゃん。そう、鬼じゃないんだよ。鬼だよ。いつ買った、こんなくったらないもん。パパが買ったらしい。ドラキーです。今年これで行こうかなって。どう？鬼じゃないじゃん。ただ単に怖がらせようと思っているだけじゃない、鬼を。違うよね、うん。こっちの方が可愛いもんね。ね、うん。じゃそれ取ってね、鬼の。ごめん。公平にこれとこれつけて、それで赤のなんか去年あったなんかマントつけて、ここら辺にダンボールのやつガサンつけて、それで頭ら辺にはちゃんとこれがこの最強装備があるから頭は守られて。あ、そうだね、去年ボコってやられたもんね。ヘルメット代わりもね。そう、ヘルメット代わり。リリリリー。いやけんね、もう最強防具を作る。それでね、そしたらカズトはこの赤鬼のお面とこのドラキーのキャップでやる。そう。やんの？そう。したらパパはいいから、じゃあ鬼もうカズトだけやる。鬼、じゃあそうするか。そうする。じゃあパパが玄関で、うん、一緒に行って、うん、それでやだーって逃げながら僕がそのパパを追いかけて。 あ、そうする。うん。で、カズトがピンポンして、でパパがどなたですかって言ったら、なんて名前する、このキャラは。いやね、赤鬼ドラキーです。いや、赤鬼だ、鬼って言ってるから。あ、そっか、ドラキーですって言う。じゃあね、公平くんが大好きなドラキーです。ドラキーですって言って、パパがドア開けて、わーって本当にドラキーが入ってきたっつって、豆だ豆を投げつけないと、豆の木だって。じゃあそういうストーリーでいきましょうか、今年の節分は。うん。はい、ね、これはね、ヨドバシカメラで買いました。ヨドバシカ、スマイルなんだろうね。これ2700円ぐらいでした、こいつは。やった。高い？キャッ。かわいいじゃん、これ。はい、ということで、今年の鬼ミーティングは、この赤鬼、ドラキーでいいのも。じゃあ。で、一応基本的に、こういう感じ。青やん、ドラキー。いや、赤ドラキー。こんな感じで。合わせた色が、はい、このドラキーと鬼のコラボで今年の節分は行きたいと思います。明日やる、ああ、どうしようか。ちょうど休みや。そうだね、2月3日は月やね。で、月はパパお休みよ、会社お休み取って。僕疲れて。あ、じゃあ明日もう疲れてる。明日懲らしめられる。懲らしめんじゃない。懲らしめれる。そうそう、鬼の方が懲らしめられるんだよ、豆投げつけられて。摩擦。はい、ということで、今年の節分は2月2日にやります。ドラキーでいきたいと思います。パパもこれやりたかったな。ドラキー